はいどうも0014です。本日はですねこちらの商品アシックスの DS ライト3、今回はスリムの紹介をしていきたいと思います。で今回の DS ライト3スリムなんですが、DS ライトシリーズ20周年記念モデルというところでアッパーがカンガルーレザーはカンガルーレザーなんですがノンステッチに変わっております。そこが一番の今までとの違いとなっております。それではね、早速機能性の紹介をしていきたいと思います。でまずはですねこちらなんですけども、まず先にウィズとサイズのお話をしておきましょう。今回 DS ライト3は、前作に引き続きウィズ、ワイズですね、足幅もちろん、それに連なってかかと幅であったり中足部の幅も変わるんですけども、その幅がレギュラー、ワイド、スリムの3種類から選べるようになってます。まずそこで、すごく履ける人が増えるというところですね。幅が広い人も幅が狭い人も標準の人も選べるシューズになってます。そして今回レギュラーに限ってはなんですけども、かなり小さいサイズですね。22センチぐらいかなから、大きいサイズが確か31センチまで、製作されてます。なので足が小さい子も大きい子も履けると、そういったすごくね、いろんな人に対して履けるようなシューズに仕上がってます。で、実際のスペックの方なんですけども、まずアッパーにはカンガルーレザーが使われてます。カンガルーレザー自体はね、見ての通り柔らかいんですが、中の結構クッションフォーム、スポンジの方が結構しっかりとした質感を保っているようなものになってます。で、今お伝えしたんですが、この凹凸ですね。のところに、スポンジ、クッションフォームが入っております。主に、伸び止めのところですね。伸びにくさだったり、タッチの柔らかさといったところを追求するために、今回スポンジフォームを内蔵しております。このスポンジフォームをね、結構しっかりと入れたことによって、前作に比べて、耐久性であったり、伸びにくさっていうのも、向上させていると。そういったものになってます。はい、で今度中足部ですね。中足部の方がシューレースの方が、面のひらひもがセンターに、真ん中に配置されています。でサイドの方には、少し後ろ側にずらしたアシックスのロゴですね、タイガーラインが両サイド内外に配置されてまして、しっかりと足を包み込む、でホールドする、サポートする、そういったものになってます。で、終端の方はセンターなんですけども、表皮が、下が人工皮革、マイクロファイバーですね。で、上が、メッシュ状にクッションが入ったもの。で、かつ、足首の可動域を妨げないように、屈曲しやすいような溝を設けてあるものになってます。それでいて、中、上側が起毛素材。で、下側がメッシュというものになってます。前作、ここがメッシュだったおかげで、通気性は良かったんですけども、砂が入ってきてしまうとか、そういったことがあったんですが、今回はそういうのをなくし、かつ、終端のところもずれにくく、かつ足当たりがいいように、こういった形状であったり、紐素材にしてあったりしています。はい。で、中足部以降からは、マイクロファイバーが使われておりまして、かかとにもマイクロファイバーが使われております。で、かかとの方は結構しっかりとした、かなりの強度を持った、ヒールカップが内蔵されております。ちなみにですが、シューレスホールの方ですねは、一つ多い、普通のスパイクよりも一つ多いような、そんな形状になっています。これは前作からと一緒で、ここにつけることによってかかとだとかこの辺りのフィット感をより高めるといった仕様になっております。でかかとの方ですね、内側がクッションが入った、起毛素材で、ライニングですね、アッパーライニング、前側のライニングがポリエステルで、中底はフルレングスのミッドソールと、なっております。結構、オーソドックスな形なんですけども、これで26センチで確か 230g かな、片足の、かなりの軽量性を備えているシューズになってます。はい、で最後アウトソールですね。こちらは前作と変わりません。二層構造のディンブルソールと言われるもので、比較的屈曲位置がしっかりと、比較的というかしっかりと、しているもので、ここから曲がるし、その次はここからというふうな、屈曲性が、しっかり
屈直水がしっかりと捉えている、そういったものになっています。それでいて軽くかつ耐久性もそこそこあり、でしっかりと中速部以降の剛性は、リブによってだったり素材の使い方によって、保たれている。それでいて、まあ、屈直位置も柔らかすぎるということがなく、比較的、反発性もしっかりあり、走りやすく、動きやすく蹴りやすい。それでいて、まあ、軽いと、で耐久性もあると、そういったものになってます。はい、失礼しました、インソール忘れてました、すいません。で最後にインソールなんですけども、インソールはシンプルなタイプですね、のものが使えてます。一応高反発系の、まあ、前作と変わらないタイプのものは使えてます。はい、ということで、今回 DS ライト3の紹介はこれで以上となります。20周年記念モデルというところでね、かなり、アッパーのこう、形状も変えてきて、足型自体はねあんまり変えてないんですけども、というか全く変えてないんですけども、素材的に、構造的にはいろいろと進化した DS ライト3、僕もこれから履いていってしっかりとレビューしていきます。でブログの方でね、詳しい機能性の詳細だとか、レビューの方はやっていきますので、ぜひぜひそちらもチェックお願いいたします。はい、それでは、今日の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。